リーとよって何人かの人たちが言っていたこと、これは多くのアメリカで。並びにメッセージの方をよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。トヨタへの信頼を強めるために、トヨタが確固たる行動を取り続けなきゃ。テレビ、新聞では繰り返しトヨタの批判が行われ、メディアに追い回され、心細い気分でありました。こうした中でも、米国で働くトヨタ従業員20万人の仲間や、あるいは2000万人のトヨタ社のお客様から温かい支援の言葉をいただき、公聴会にはディーラーやティーマのメンバーが傍聴に駆けつけてくれました。また、日本でもここにいらっしゃる皆さんをはじめ、従業員、販売店、仕入れ先の皆様、そしてその家族、あるいはお客様も応援してくれていると伺いました。皆様からの温かい声援が本当に打ち消しそうになっている自分の心を支えてくれました。公聴会直後に応援に来てくれた米国のディーラーとティーマのメンバーたちと話をする機会があったのですが、その時に自分はこの人たちを守ろうと一生懸命戦ってきたつもりだったが、実は自分はこの人たちに守られていたのだと気づかされ、本当にトヨタの一員でよかったと感激いたしました。